アコグラズのお二人はですね、バインダーとマイクですね、ご自分のを受け取ってください。はい、ではここからはですね、お二人に、韓国タイリアルの魅力をたっぷりと皆様にお伝えいただければと思いますので、私は一旦下がりますので、お二人で、では、韓国タイリアルの魅力を皆さんに PR お願いいたします。お願いします。スーパー耐久のワンメイクタイヤ供給パートナーを務める韓国タイヤは80年の歴史と経験を誇るタイヤメーカーです。約180の国と地域で韓国のタイヤが販売されているほか、スーパー耐久をはじめ24時間シリーズやスーパーカーチャレンジなど、そうそうたるマシンが繰り広げる激しいレースを韓国タイヤが足元から支えています。世界で広がりを見せるモータースポーツの競技及びチームとの幅広いスポンサー契約を通じて、スピードの限界に挑戦し新たな可能性を切り開く世界のドライバーを後押ししています。このようにレーシングタイヤで培った技術と実績により、プレミアムラグジュアリーカーの新車用タイヤとして韓国タイヤが選ばれています。低騒音、マイレージ性能、そして優れた走行性能を備え、ドライバーに心地のいいドライビングを提供するタイヤを日々開発しています。日本でも輸入車、国産メーカーの新車装着実績を拡大しており、市場に合わせた幅広いタイヤラインナップを展開しています。さらに今年は日本の SUV、UHP 志向に合わせた新しい SUV や UHP タイヤの発売を計画しています。一方で韓国タイヤは持続可能な開発のための活動も精力的に行っています。タイヤの資源量である天然ゴムのプロジェクトツインに参加したり、再生可能な原材料を使用したタイヤパフォーマンス向上に向けて取り組んでいます。このような活動を評価され、ダウジョーンズ持続可能経営指数ワールドの自動車部品部門で6年連続ノミネートや、エコ素材の認証制度 ISCC プラスをタイヤ業界で初めて獲得するなど、世界有数の ESG インデックスで韓国タイヤの努力が評価されています。今後もタイヤ製造だけじゃなく、社会の発展に寄与する活動や環境に優しい経営を展開し、世界トップクラスの持続可能な社会の実現に貢献しながら成長していくことを目指しています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、韓国ラスのお二人どうもありがとうございました。今もね、聞いていただいて皆さんご理解いただきましたか？分かった方挙手または拍手お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そうやってね、皆さん聞いていただいて、魅力をね、より知っていただけたということでありますので、はい、最後にね、韓国ガールズ、まあ、韓国の方からですね、素敵なプレゼントあります。用意されてるんですよね。はい、はい、何でしょうか？オリジナルキャップとディナーズキャップと、あとポロシャツが用意されています。はい、今どうぞ。じゃあちょっとスタッフさん、ちょっと紹介を。まずですね、グレーのキャップがね、4つございます。韓国のロゴが入って、そして白のキャップが、表彰台に上がった選手しか被れないウィナーズキャップでございます。こちらはね、激レアなんで1名の方になります。はい、2位、3位の選手が被れるやつですね。1位の選手はまたね、ファーストって書いてあるのかな。はい、はい、そしてですね、私も着用させていただいてるんですけれども、はい、こちらね、もう本当に販売もしてない非売品のトップさんのロゴが刺繍されて、肩にですね、ロゴがこう入った、ポロシャツの方をですね、ご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手だよ、みんな。はい、ポロシャツのサイズは LL サイズなんで、僕が着てるのが今 M サイズなんですけれども、まあ、出せてもちょっとオーバーサイズですね。ちょっと結局、はい、こなしていただけると思いますし、キャップ当たった方はですね、チェックは、まあ、すぐにかぶっていただいて、表彰式最後までですね、かぶりながらお楽しんでいただければいいなと思いますから、はい、まあ、シンプルにじゃんけんに勝てばそうですね、ゲットできますので、はい、はい、さあ早速ね、まずはじゃあグレーのキャップいきたいと思うんですが、今日もキッズどこか遊び行っちゃったのかな。どうだろう、小さいお子さんはいらっしゃらないですか？手を挙げてるね。あ、ちょっと一回皆さんしゃがみましょうか。ごめんなさい、ありがとうございます。スーパー耐久のステージは女性と子供にはすごく優しい
優しくね。そうです、優しく、ね、アーリーさんとマッキーさんも子供大好きですもんね。はい、はい、ね、大好きですもんね。大好きです、はい、大好きですから今そういった皆様にチャンスを広げたいなと思っております。はい、ちょっと確認してね。この辺はね、恨みっこなしでいきますからね。1、2、参加する？参加したいキッズちょっと手を挙げて。はい、ただね、さすがに、帽子を3つ出しちゃうと待ってる方もあれかもしれないので、3名のうちに2名に2個ね。ただ残念だったら1名の子には、漏れなく、スパークのステッカーとバッジのですね、ちょっとご用意させていただきますので。はい、はい、じゃあちょっとね、前の方来てもらっていいかな。前の方、この内側に、はい、この韓国のお姉さんたちの近くに来てください。近くに来て、まじまじとこのスタイルの良さをね、ご覧いただきたいなと思いますのでね。私の足の長さと彼女たちの足の長さを比較していただけるとね。はい、まじまじとね。はい、じゃあね、韓国のお姉さんとじゃんけんして、勝った2人には帽子で、残念だった1名にはステッカーを、差し上げますので OK ですか？はい、OK ですか？はい、OK です。じゃあどっちがじゃんけんしてますか？じゃあ私から。はい、じゃあアリーさん、じゃあ、アーリーお姉さんとじゃんけんをします。負けとアリーは1回下げてね。はい、じゃあアリーさんお願いします。はい、いくよ。韓国タイヤじゃんけんポン。負けとアリーはダメなんだけど、もう1回いこう。もう1回ね、はい、全部任せちゃった。兄弟なのかな、ご兄弟、あ、ご兄弟決定おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、多分大島選手を応援していると思うんですけど、はい、ここで、はい、まあ、ステッカーをプレゼントします。じゃあ、ちらスタッフの方に。ありがとうございます。はい、どちらでもおめでとうございます。モータースポーツ楽しんでいく。じゃあ、今お二人がね、兄弟の帽子、はい、ハットも、もうかぶりかえっちゃってます。はい、今脱いだキャップはこちらで回収させていただきますので、うそうそ冗談ですよ。はい、水分補給もしっかり取っていただいてね、中傷対策をお願いいただければと思います。写真だけね、ちょっと撮らせていただいて、それハットさんにプレゼントさせていただきます。では、全員参加で、グレーキャップいきますか。はい、では欲しい方立ち上がって手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。じゃあ次はマッキーさん行きますか、じゃんけんね。はい、はい、マッキーさんと最後まで勝ち上がった2名の方に、ハッコックさんのグレーのキャップの方をプレゼントさせていただきます。締め切りまで3秒前2、1。はい、それでは締め切りますので、じゃあマッキーさんお願いします。はい、行きます。ハッコックタイヤじゃんけんポン。はい、チョキの方、チョキの方以外手下げてください。まだたくさんいますので、もう一回行きましょう。韓国タイヤじゃんけんポン。はい、再びグーの方ですね。グーの方以外手を下げてください。1、2、3、4、5。もう一回だね。はい、いきます。韓国タイヤじゃんけんポン。はい、チョキの方、チョキの方、チョキの方、1、2。ちょっとチョキの方そのまま、手を挙げたまま右側のスタッフ手を挙げておる方に移動いただいてもよろしいですか。決まったか。さあ、マッキーさんどうだ、決まったか。2人 OK。 はい、ということでお二人決定でございます。おめでとうございます。ぜひですね、すぐにキャップ買う、あ、写真の方もちょっと撮影させていただきたいと思いますので、ダイヤのね、展示されているダイヤの両サイドで、なんかさ、みんな似合うんだよね。そうですね、皆さんお似合いです。ああ、うん、じゃあ、ウィナーズキャップ最後にしようかな。先にポロシャツいきます。アリーさん、はい、これもお二人は黒バージョン持ってたっけ。はい、黒バージョン持ってて、グレーは持ってないんですけど。グレーは持ってない。持ってないです。でもこれね、あれだね、着てるとサラサラして、なんか汗ね、めっちゃいいです。機能性すごいですよね。機能性いいよ、はい、これはね、小高の季節も非常にいいので、うん、LM サイズ、1名様分ね、こちらの私が着てる、アップクさんのロゴが入った、ポロシャツですね、1名
にまだたくさんいます。もう一回行きましょう。はい、ハンコックタイヤ、じゃんけんポン。はい、グーを出されている方ですね、グー以外の方手を下げてください。まあ、1名なんでね、結構まだ行きますね。はい、もう一回行きましょう。はい、ハンコックタイヤ、じゃんけんポン。はい、グーを出されている方はパーン、また伸びです。パーン、パーン、1、2、3。
もう一回いきますよ。ハンコックタイヤ、じゃんけんぽん。あ、女性の方、おめでとうございます。おめでとうウィナー、おめでとうございます。ウィナーつけてどうぞ。じゃあ、かぶってちょっとタイヤの前で写真だけ撮らせてください。はい、ということでですね、商品の方が行き渡ったということなんで、終了となってしまうんですけれども、はい、さあ、もうまもなくチェッカーを迎える、レースですが、ハンコックガールズのお二人、最後にね、こういった残っている皆様に一言ずついただいて終了したいと思いますので、まず、はい、アーリンさんからお願いします。はい、ハンコックステージへお越しの皆様、一緒に楽しんでいただきありがとうございました。もうすぐ富士は終わるんですが、またハンコックステージも次戦もまた次戦もある予定なので、ステージにお越しくださったら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続きまして、マッキーさんお願いします。はい、ステージ見に来てくださってありがとうございます。今日もすごい楽しいなっちゃった